こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日は以前にですね、置き場所を変えた観音地区の斑入りですね、のその後ということでお伝えしていきたいと思います。だいぶですね、もう直射日光に当てても平気なぐらいですね、外に慣らしてしまったので、まあ、新芽もどんどん今上がってきているような状態です。それでですね、もう、まあ、綺麗な新芽が今上がってきているんで、まあ、この調子でいくとですね、もう全部新しい葉っぱになって、まあ、普通に見れる株になっていくんじゃないかなと思いますので、まあ、調子の悪い株とかは、まあ、こういった感じで置き場所とかを変えてあげるとですね、まあ、特にヤシとかはすごい時間かかるんですが、まあ、ヤシとかドラセナとかはですね、葉っぱが更新していくのにちょっと時間かかるんですけど、まあ、変えてあげないとどうしようもないんで、まあ、こういうふうにですね、場所を変えてメンテナンスしてあげるといいかなと思いますので、ぜひやってみてください。